人数はよ、グループでメイドって言うんだから、なんだかわけわかんねえんだけどよ。なんなんだ、ありもあれはよ。ちょっと俺に詳しく教えてくれよ。わからねえから。男か女かもわからねえよ。見たことねえしな。どの歌うとか、やっぱし。もうどこのグループに所属してんだ。ああ、メイドって言われたら、秋葉に所属してんのかな、秋葉に。わからねえな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませって、やるあのメイドと違うんだろ。あのメイドか、あれはまたメイドでもちょっと違うんだろうな。旦那様に行ってらっしゃいませとか、そういう人たちにも。それは言わねえんだろ、そのメイドは。白亀様はな、知らないぐらいだから、よっぽど知る身だから知られてるんだな。俺も知らねえよ。キラカメ様も知らねえ。これからどんどんな、有名になっていくのかもしれないけどな。今はまだ出だしなんだろう。これからどんどん大きくなって、有名になって、みんな、キャーとか、そんなこと言われるようになるんだろうよ。それまでの間はな、しょうがねえだろうな。頑張るしかないけどな。競争が激しいからな。そうだな。本当の、間違えちゃうじゃないかな。あのメイドとな。コーヒーも出てくれたし、メイドと間違っちゃったからな。遠慮せえばな。そうか。それメイドが、何のどうしたんだよ。そのメイドが、できて、そのメイドがなんか、すごいことなんか やったとか、みんなが驚く、世間のみんなが驚くようなことやったとか、なんかやったわけじゃねえのか。そうか。男でもそういうの作るのかな、メイドって。男とか女とか決まってねえけどな。男だったらボーイズとかなんか作るのかな。ボーイズ、かっこいいやな。ボーイズだ。水飲んで、じゃあおじさん、ピラカメ様は今からピラカメ様のボー時計をちょっとね、いい時計あるから紹介します。はい、まず一番いいのが来ました。はい、これが G-SHOCK です。G-SHOCK の、ソーラーで、電波で時間が狂わないソーラーで充電はしてくれるという、全く優れたもの。10年間ぐらい、10年間に1秒狂うか狂わないかぐらいの性能を持ってますから、それなりにちょっと値段も下げました。次にね、これは、名前忘れちゃったけど、ここにメーカーの名前が書いてあるんですけど、これもそこそこ有名なメーカーです。これは、防水が 200m 入ってます。これ水の中 200m 使っても水が入ってこないという優れもんです。私 200m も泳げないんで、はめて海の中に突っ込んだことはないんですけど、200m。 これはここに大きなリューズがありますけど、リューズじゃなくて、これは電池、クォーツ、昔でもないですけどね、クォーツっていうこの、が入ってます。これ外国製ですけど、中身は国産 のメーカーが作ってます。これもほとんど秒が狂わないで、優秀です。これあと、これがですね、iPhone のウォッチに似てますね。似てますけどね、 iPhone ウォッチじゃないです、これは。今徐々に流行ってるんですけど、血圧とか、マラソンとか、眠りの深さとか、全ての健康に関するもののデータをここから取り入れてですね、スマホの方に飛ばしてくると。でスマホの方で分析して、あなたの今健康状態は何パーセントですということを分析してくれます。だからこれ1個つけておくだけで、健康状態全部わかるということ。優れもんです。はい。
以上です。ありがとうございました。